俺思ったんだけどさ、うん、安い肉を買って食べても、うん、高い肉を買って食べても、うん、お腹の中入っちゃえば一緒じゃない。そんなことない。お腹いっぱいになったら、そんなことない。お腹いっぱいになったらもう全部一緒じゃない。お腹だったら肉じゃなくてもそうなるじゃん、うん、だからもうほんとそう、結論安い肉、そう、肉で例えただけで、うん、結局お腹の中減っちゃえばみんな一緒だから何食べてもいいんじゃないかなって。いやでもそんなこと言ってたらもうだって工程楽しめないじゃん、その何を食べるかとか、うん、その焼いてる工程とかね。そうそうそう、うん、でも結局出てくるものも一緒だしな、何食べても。いや、まあ身の蓋もないこと言ってるよ今。そうだ、身のならない花を。なんでなんでつぼみのなんで桜たちゃまじる花も。違う違う違う、なあもうじゃない よ、 じゃないよ。えこっちのセリフ一緒一緒だから全部一緒でしょうじゃない。桜は別に咀嚼しないから。あともう一つ思ったんだけど、うん、人って死んだら結局同じじゃない。死んだら同じってな、人どういうこと。だから、うん、まあ身も蓋もない話。身の ならない花もきっかけ桜スイッチ、つぼみのまま散る花も。なんでお前も入んだよ。あなたと誰かのこれからを春の風を浴びて見てる桜の花びら散るために届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔に消されてく。そしてまた大人になったら追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない。なくさないで君の中に桜。ハモんなよ。いやもういい。全然終わんないじゃん。なもない。いやいやいや。なんで振り出し戻んの。そんな身も蓋もないことすんな。いいよもう。